ました。千葉ワンズモールです。ということでね、今日はフリーイベントで初めて千葉県に来ました。こんな感じです。おー、楽しみですね。こんな感じです。上から覗いてるぜ。いいよね、自分で行っちゃったけど。エスカレーターです。なかなかこんな感じでこの格好でエスカレーター乗りませんからね。乗りませんから。大丈夫かな、ついちゃった。とりあえずこのままチラシを配ったりとか、あとね、出番までまだ若干時間が10分ぐらい、15分時間があります。ウィッシュアメリークリスマス箱になってます、箱。緊張した。こんにちは。あ、よかったら1時からやるので聞いていってください、はい、あ、すいません、ビリビリで私今破ったんですお願いします。お願いします。あ、こんにちは、チラシもらってください。なんか知ってる、え、知ってるこんにちは、渡して大丈夫ですか。渡しますね。大したこと書いてないんですけど、名前がね書いてあるから。何センチこれ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 素晴らしい。声出るかな。目が丸見え。見て見て。あ、すいません。1時や。もう行かなければ。行かんよ。行くのか？これは行くのかな？出ていいのかな。はーい。あ、マイクがある。あれ、私マイク持ってきちゃった。コスプレギターアーティスト伊谷亜子です。タコシちゃんの絵描き歌お願いします。私出てきていいのかなって思いながら出てきちゃったこんな感じで私ちょっと自分で動画を撮ったりとかしてるんですよ。なんで後で YouTube にアップするので。はーい。ちなみに今流れている曲はタコシちゃんの絵描き歌という私が今頭にかぶっている黄色い物体の歌です。あのピカチュウではありません。声かけてくれたらステッカーあります。よかったら声かけてください。よし。なんかね、止まらなくってさ、私今身長ね、もともと168cmあるんですよ。あの、もうこの T シャツあと3枚ぐらいしかないんで終わりですよ、終わりですよ、後悔しますよ。じゃあ書きますね。はい。ということで今日のイラストリクエストがなくて私困ってます。
チーバくん書くしかないじゃん。そしたらチーバくん私覚えてないな。一回だけ書いたんですよ。じゃあチーバくん書きます。え、どんなだっけ。どんな、なんか、あ、いたー、偽物のチーバ、本物のチーバ。シガの歌発売してます。1番から22番まで入ってまして500円です。お願いします。このタコスちゃんはタコスちゃんです。これは全貌はこれです。